ユーゴの裏社会学皆さんこんこばんはユにゴです,巷を逃がすトピックス都市伝説陰謀論などを取り上げて表と裏から紐解いていこうという番組ですさあ,あのこれ私たちこれいろいろとこの番組を通じてですねさまざまな情報を出させていただいていますけども。 どううなんでしょう皆さんあの聞いていただいてちょっと調べていただいたりしたんでしょうかいろいろとあの思うことを考えることあると思うんですよねなんか調べてもよく分かんないなとかあると思いますが調べ続けるとですねインターネットっていう仕組みはですねあなたの意思を読み取りますそしてあなたの行動を読み取りますまあ平たく言うと AI だったりするわけですから当然あなたにとって必要なものをどん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 選定していきますそして 陰謀論的に申し上げまますすとあななたたたに見せたくないもものをどんどんどん,どん隠していったりもしますしてっりかしそれを見せたくないんだろうなと思うものまで検索していくとですねまた新たな発見が必ず必ず生まれていきますこういった中で今あの例えばそうですね皆さん今どんなことに興味あるんだろうなと思いながらも、まあ、先日のあの 緑のたぬきさんがね、なら当選したりとか、選挙の話とかですね、ありますけども、まあ、そんなことも今、世の中で少し世界中で起きているこの選挙の流れ。で、この流れの中には、えっと、最近よく言いますよ、ね、あの極右とか、なんか言いますよね、右とか左とかね、あれ大変ですよね。あれ、あんま気にしないでください。あの大,大切なことは、あなたにとって、 その話は耳障りがいいですかもしくはあなたにとってその話っていうのは聞こえがいいですかぐらいのことぐらいだと思っておいてください。でそしてその中でも最近ヨーロッパ分かりやすいですねヨーロッパは、まあ、ヨーロッパはこの間イギリスフランス共に現政権負けましたね。いやー分かりやすいしかしじゃあその後になった人たちが本当に市民の味方かというとんなわけないわけですねこれね。 あのそんなわけじゃないとまあ、そんなに怒られますけどもあのただ一つ言えるのはかなり民意,民,民意に寄り添った候補者が、えー、政権を取ってきているように見えるということです事実寄り添っているかどうかというのは結果を見ないとわかりませんからここではあえて名言を避けますけども寄り添っているように見える方々が政権を取っているわけですでそしてその中にはしっかりと 陰謀論的に解釈しますと、政権が変わってもですね、私たちの生活は多分大して変わらないわけです。そんな変わらない世の中を私たちはどっちやこっちや言いながら生活せなあかんわけです。そんなところにあるいろんな秘密を今日もひ,とひもといてやっていきたいと思います。それでは今夜もお付き合いお願いします。 ユーゴの裏社会学この番組はラジオ関西が神戸ハーバーランドからお送りしておりますさあ今夜も始まりました今夜のテーマはまあ秘密資金まあまたこれもまたインビななんとも言えんこの響きですけどもこの秘密資金 あのー、いろいろ言われてますね M 資金だとかあの徳川埋蔵金だとかですねあのよく、あのー、昔テレビでやってましたよねあの埋蔵金発掘とかですね今結果一回も見つからなかったっていうまあ正直当たり前なんですよね、あのー、あるわけないですよね。あまあ少なくとも例えばですけどもなんでじゃないってお前わかんねんっていう話になりますが。 皆さんあの明治維新の,あの前後1900そうですね早かったらそうですね1940年代あごめんなさい1840年代でそして明治政権が政府が樹立したのは樹立じゃなくて発足したのは何年かご存知ですか年なんですおそらく教科書では1867年おそらく 明治政府樹立というふうにこの七年間のギャップに一体何があったんだよねといやもうしびれますねこういうの <laughs> でここにですね世の中にはわ私たちにはまあ受け継がれていない語り継がれていない秘密そして陰謀そしてそれを隠すための陰謀論というのがしっかりと潜んでいるわけですね私はですね明治維新の中でいうターニングポイントはまさに今日の秘密資金 このターニングポイントがあった場所時っていうのはですね桜田門外なんですよ僕はですね1860年まさに先ほど申し上げた明治政府が産業へ上げたその年に当時大老であった井伊直助がですね暗殺されるわけですねそしてこの暗殺されたことになってるわけですねでこれ 私はこの時にこのタイミングをもって幕府が朝廷とともに政府を作ることに対して同意した瞬間なんではないかなというふうに思っています。でこれはですね陰謀論を申し上げますけどもあのあと僕が例えばですけどあの後の明治維新を裏社会学的に描こうとするとあの いい大老は日本を逃れそして海外に移ったのではないかというふうに見ています。でそしてその移った先というのがスイスなんではないかというふうに見ています。でそれはですね当時徳川の埋蔵金これは214年の間幕府としてずっとずっと 資金を管理してきてきるわけですでそして日本の当時のまでの天皇家というのは皆さんまあ日本の天皇様は妻主妻子様とも言われていますつまりお祈りを捧げる時のトップとも言われていますつまり皆さんがよくお目にされているような神社仏閣まあ特に神社ですねその中でも一宮と言われている場所ございます。でこの一宮 どこに作られているかご存知ですかこれはですね金銀鉱山なんで,すでこの金山の銀山銅山のその山をご神体として祭りそしてそこの立ち入りを禁じたことによってこの資金は守られたわけですね。でその場所が一宮例えば皆さん まあ、関西で言いますと、西宮の恵比寿さんの元恵比寿と言いますと、皆さんどちらですか？古式岩神社ございますね。あそこ鉱山ですね。で、こういった場所が多いわけです。例えば、えー、そうですね。いろんな神社ありますけれども、後ろに大きな山がそびえ立っているような自社物価神社が多いんじゃないでしょうか。で、こういったところをですね。守り取得するために。 そういったところに親城を建てられたという陰謀論も実はあるんですねでこれはですね私はその通りなんだろうと思いますつまり日本というのは黄金の国ジパングと言われたぐらいに金が出たんですねでその金が例えば小判とかいうのは、まあ、小判なんて大したことない量なんですよねでその金はどこにどうやって 隠してるんんんだろうなと思いませんか皆さん結構これはですね結構 M 資金とかいろいろ言われたりするんですけども,もうこう言われてる時点でこれはもうあの陰謀論なんであの皆さん面白いですよここはあるわけがないんですよでそしてその資金はどうしあって日本,をち日本から消え去ったのかこれには僕は2つ説を僕は思っていますそれは最初の説先ほど申し上げた1回目はですね1860年 桜田門外の変でそしていい大老がこの世からまあこの世ではないですね日本から姿を消したその時だと思ってます当時彼はおそらくですが徳川埋蔵金を持ってスイスへ渡りその埋蔵金をスイスの銀行に金の金塊として相当な量のものを預けたんではないかと思いますそそしてそれを 国際的な後悔を支えたのはおそらく日本だけではないかの国とかがいろいろと関わって資金を移動させたんではないのかなと思います。これにはですね一つの説が僕はなぜこの説を展開するかと言いますと後徳川慶喜彼が将軍を降りた後とヨーロッパイギリスとフランスの社交界にデビューしてるんですね。 で当時例えばバレリーナそしてオーケストラそして画家指揮者こういった方々にパトロンとして社交界にデビューして最も映画を極めた日本人というのは徳ミスター徳川だというふうに聞きました。まあ、これはちなみにフランスとイギリスで聞いたんですけどもこういったお話が海外で言われているわけですね。 じゃあそのパトロンをしていた資金は一体どこからやってきたのか不思議だと思いませんか ?7 年後にはもう徳川幕府はなくなってるわけです。そしてその時にその後にヨーロッパに移ってそれだけの映画を極めたヨーロッパの貴族を差し置いてでもみんなが思わず称賛をするぐらいの資金を振り回しまくった徳川家が。 いたとされるヨーロッパその資金どこから来たんでしょうか気になりませんかそしてそれをいろんなことを考察していくとどうやらスイスにたどり着いたというわけなんですこれにもちゃんと理由があるんですけどちょっとここではお話しするの難しいんですけどもこれはまさに向こうに当時の徳川資金とそしておそらくですけどもいわゆる天皇家の金塊と言われているものも おそらく相当数いったんではないかなというふうに思いますで、その証,証明というのが僕は明治維新なんではないかというふうに見ているわけです例えば私たちの尊敬愛する天皇陛下やそのご家族の皆様明治の時代維新明治維新が終わる前はあの神社の装束を着てですねまあ、朝着物を着て当然写真や海外に収まっておられるわけですけども その後ですねどうですか皆さんあって思いません勲章をつけて軍服なんです様式に変わったんですその瞬間からヨーロッパの貴族と同じ写真の撮り方に変わってるんです何でしたら右を向いて角度も一緒なんですよこれも全部ルールがあるんですねこういったことが始まったその時日本という国はまさにどう変化があったのか100年前ですよねどう変化があったんだと いうことがまさにまさにあの時代になったのではないかなというふうに思います。そのすべての資金が一気にヨーロッパに日本の資金が流れ込んだその瞬間、そこから世界はまた激動で動いてきたんだというふうに思っています。ね、秘密資金。これあのー、明治維新はですね、まあいわゆるその時代の。 政権が、まあ、政権といえば、まあ、国を統治していた統治システムが大きく変化を遂げたときにそれまでの統治していた権力者になった気分でちょっと聞いてみてください。あなたがもし当時政権を失う側の人間であればどうされますかあなたの家族やその一族からずっと受け継いできた資産をあなたならどうしますかミスミス渡しますか そして渡すことが条件であればその政権交代をあなたは飲みますかちょっと考えてみてください僕は飲まないだろうなと思うんですよね僕貧乏なんでなんかこうここ心が貧しいですねなんか飲めないなと思うんですよで、こう考えますと当時のトップの方々もまさに僕はそうだったんではないのかなというふうに思いますそしてそれを条件として突きつけられたときに皆さんならどうしますいやいやもうそれ全部もう 税金も何も何取らへんでと全部持って行ってええよと。何んとも運んだるでとで。そしてそれをもう一生かけてあんたらもうずっと自由に使ったらええでと。そう言われたら皆さんどうしますかこれがまさにあの時1960年1860年から1867年の間に起きてたことなんじゃないかなと僕はいうふうに見ているわけですね。そして皆さんぜひどうなんでしょう僕はですから この説を僕はこう思っているのでススイスにはですよでそのでひょっとすると皆さんスイスにお友達がいらっしゃる方で E さんってことがもしいらっしゃれば聞いてみてくださいひょっとするとですよいやそう,そうだよっていう人が現れるかもしれませんこれあのあの前回でもお話した通り出てこなかったことが出てくる時代ですので。 これはですね皆さんが調べてみると実は出てくるかもしれないわけですねこれ結構僕は面白いなと思ってましてで事実この出てくるかもしれないこのお話やはり出てきた時にはですねああっていうことはあれユーゴの裏社会学で言ってたことをひょっとしたらほんまかもななんていうことが陰謀論ではなくこれは陰謀であったという事実になるわけですね。 僕はあの時代にあの日本というのは貴族社会にヨーロッパとヨーロッパの貴族社会の中に資金もそしてそして身分制度も組み入れられたその瞬間だというふうに思っています。そういう意味では、その今もなおヨーロッパをはじめと,したこの西側諸国というふうに言われていますけども実は最近皆さんのイメージ的にはですね 先の対戦の後にそんな風になった風に皆さんお考えなんではないでしょうかで僕はですねそうは思っていませんあの1860年の時に転換があってその瞬間から西側にいわゆる当時のヨーロッパ諸国の列強に日本はもうすでに巻き込まれていたという風に見る組み込まれていたという風に見るのが 僕は歴史として見る見方としては陰謀論的に見る見方としては面白いんじゃないかと思いますし裏社会学的にはその瞬間が日本の転換であったというふうに僕は見ています。そしてじゃあそこから日本というのはどうなったんだろうなぁなんていうことを考えますけども当時の日本はまあ自分たちでお札もすれましたまあなんですか小,小判も作れましたもうそれぐらい金もたくさん持ってましたそして金の純度も高かったと言われています。 そして世界の資金の中でも当時のこれは僕のあくまでも推察ですが当時の天皇家や徳川埋蔵金が国,外を国内を出てヨーロッパスイスの銀行にドンともし入っていたらおそらくですけどもその4割から5割は日本の資金だったんではないかなというぐらいの。 資金力があっったんではないいいかという,ふうに思っていますしそれぐらいの資金力があったからこそ世界の列強たちは日本に開国を迫ったというふうに考えるのが筋なんじゃないかなというふうに思います。でそしてその後にまあ特にこれ今ね撮ってるとこ神戸ですけども、まあ、神戸なんかもその時代に開国をした歴史ある 港町そして港町には必ず陰謀論がたくさんありますこの陰謀論をですねぜひ皆さん街歩いてみてくださいあのよく言うですね横浜にもありますよねレンガ街とかねまあ恐竜地とかねありますねこうぜひ皆さんよく見て歩いてみてくださいあのこのユーゴの浦社外学的な世界がいっぱいあのワンダーワールドがありますのでこれあの いろいろとヒント申し上げますと大丸神戸大丸、はい、あの旗を見てくださいこう。標識なんかを見てみてください。それを見て何だろうなって見てピンとこなかった方はもう何も考えなくて結構です。<laughs> これ何だろうと思ってですね注意を持って見てください。でそして見てみると皆さんのああなるほどちょっと面白いなと思うものが見つかると思います。そそそししてて必ずうういっった場所にはタワーが建ってますすね。ね。東京もそうですし、ね えー、そしてあのあとあの赤レンガの建物が多くないですか。これ皆さん実はヨーロッパも日本も中国もアジア列強も全部赤レンガの共通したものがあるんです。皆さんご存知ですか。赤レンガはすべて軍事施設です。これは軍事施設のがここにあったよという証明です。 これはなぜかと言いますと西側とかヨーロッパの諸国の人たちの戦争する時のルールなんですね赤いとこは軍事施設だから攻撃すんなよっていうやつですそこを攻撃するとですね弾薬庫なんでドカーンって行っちゃうわけですねそしたら戦争止まっちゃいますね戦争は続けるため続けなきゃ戦争にならないわけですなのでここは攻撃すんなよっていうために赤色にしてます でで、すので軍事施設で言いますと通信塔なんかも赤いですよね例えば東京タワーもそうですね赤い色あポートタワーもそうなんじゃないでしょうかねまあ赤い色のレンガの部分とか赤いやねとかですねなぜ赤にしてるのかっていうのはこれ皆さん是非横浜行ってみてもそうですしあの神戸の街歩いてみてもそうですけどもあの旧倉庫街なんかは赤いレンガの建物が多いんじゃないかなというふうに思います。ここれれもも少し街歩きで、これもですね、そのヨーロッパ、 列強に組み込まれた1860年以降の日本もその方向にどどどどんどんんどん行きますそして横浜が開,国開港してそして神戸も開港してで当然長崎はもっともっと前から開港してありましたねでそういったところの歴史がですね今もなお色濃く残っているところで言いますとこれはもう実はロシアでもそうですし中国でもそうです。赤レンガは ももとと軍事施設ですですのでこの辺に軍事施設があったということはその周りにはその軍事施設に関連した方々が住んでいたりそして軍事施設のすぐ横で軍隊の目を光らせながら外国の勢力を入れて開港した港町っていうのはそういった濃淡があるというふうに見てもらえると面白いんじゃないかなというふうに思います。この秘密資金からこうずっとててそんな話しまますけどもで、ま、たこの 日本,日本の資金っていうのは非常に潤沢に今も世界を割歩しているわけですけども日本の資金がないと例えばですが中国や、えー、アジア諸国やそしてアメリカなんかもひょっとしたらこんな発展はなかったのかもしれませんしそんなものがなくても発展したのかもしれませんがその明治維新後にこの秘密資金が動いたそしてその秘密資金の運用とそれの投資先が 自国の日本であったとするならばこれはまさに我々が「開国」という言葉というのは実は経済が最も発展するための資金を外に出しその資金をもとに外から自国に投資をした場合どうなりますかとても効率のいい投資であったというふうに僕は見ているわけです。まあ、そんな風に見て 大変ですねってユゴさん大変ですって言われるんですけどもまあ面白いのでこういう見方もぜひしてみて,みてください経済というのは歴史というのも合わせてみると面白いですユゴの裏社会学この番組はラジオ関西が神戸ハーバーランドからお送りしております さあ今夜の話題は秘密資金からの明治維新なんてお話を少しさせていただきましたけども秘密資金が動いた僕のこれはもうあくまで僕の独り言ですけども秘密資金が動いたことによって日本の資金がヨーロッパ列強に動いたことによって日本には多大な投資ができたわけです。そそしててのの資金金が国内ににつまりこう考えてくだささい皆さんの預金通帳に 自分のお金をずっと置いてたんでは自分に投資できないわけですねところが皆さんが例えばですけども株とか、まあ、FX とか、まあ、いろんな投資ありますねそれと預けとけばお金が増えるようなものもありますよね信託とか投資信託とかそういったものにお金を預けて出てきたお金つまり運用益ですねそれは皆さんどうしますかご自身に投資されませんか何か欲ししいももののを買ったりもしくは自分の 学びたいことのののたための学校のにしたりしりませんかこれと同じことを国単位でやったのが僕は明治維新だと思っています。ですのでごっそりたまった日本の近海を世界に持ち出すことによってその運用益をさらに日本に投資をして自国を潤していこうとそして成長させていこうという活動そのものが明治維新であったんではないかとそして 海外の列強の人たちはそれを天皇家や当時の幕府の人そしてそれの当時の官僚の人、まあ、貴族員とかも含めてですけども公家の方々に提案をして回ったんではないかなというふうに考えると僕は経済合理性でもそして今例でお話したようにお金は働かせるものということを海外から教わった初めての瞬間だったんではないのかなというふうに僕は見ているんです。 こう裏社会学的に見ていくと当時の明治維新というのは政権転覆であったかもしれませんし政変であったかもしれませんが日本日本国全体に対しての資金移動と再投資を可能にした仕組みづくりがあのタイミングで行われたんだなというふうに僕は見て取れてます。そう見ていくと今の日本の繁栄というのもどうでしょう うううななけいいででししょうかかかそしてそそてての資金はどっから来たんんんんだろうって皆さん思いませんかそうなんです当時動いたお金が資金としてその後の日本をこれまでの発展を支えた資金そのものは実はあのタイミングで僕は国外に持ち出された黄金の国ジュパングの大資産は今も世界を潤わしているし今もこの日本に投資されてるんじゃないかなというふうに僕は思っています。 そんな風に大きく見てもらうと地政学そして大きく見てもらうとこんな裏社会学的な物語も皆さんで作っていただけると思いますのでぜひ楽しんでいただきたいと思いますそれでは来週もぜひお楽しみいただきたいと思いますユーゴがお届けしました